ミックスゾーン、昨日設定されましたけど、J リーグの広報に聞くと、コロナ禍が始まって以来、J1 では初めてだったということを言われてましたけれども、何人ぐらい中間さんはコメント取れたんですか？ですね、6人かな。ああ、なるほど。だから誰かが止めて、選手は、ごめん、追加でいいかなとかいうのはないんですよ。ないなのるで。ほど。上限、一人頭の上限と決まってたんですか？時間の上限っていうのは。ありましたよ、10分です。あ、10分ね。あ、試合後10分あったら全然問題ないでしょ。そう試合で後だっすたら。ね。フロンターレ4人出てきま、ステージ1とか言ってたんですけど、まあ4人出てきて1人5分、上限5分っていうところで、まあね、谷口選手がちょっとだけオーバーしたんですけど、他の選手は割と5分以内に収まってましたね。ただ5分はちょっとカ厳ツカしいツな感ね。じはしますけどね。聞きたいことがある人はちょっと厳しいなって話と、あと、まあ2メートルの向こう側にいるっていうのはちょっときつい感じはしましたね。そうですね。声が小さい人、周りがうるさかったりすると、聞こえなかったりするので。うち7人聞いてるかああ、そうなんですね。なるほど。な。でもね、やっぱ、フロンターレはね、いつもの倍の2人、4人。いますね、で、広島は多分、もう、中国新聞とさんとか、他のメディアさんも含めると、かなりの人数、声取ってるはずなんですよね。で、一応、そのメディア間の間で、必要な選手については、コメント交換しましょうみたいなことは申し合わせてたんで、にしてもやっぱりね、ミックスゾーンは素晴らしいですよ、やっぱり。何が一番いいかというとね、例えば2人、記者会見に来るじゃないですか。でも、その2人っていうのは、最大公約数になるわけですよ、そう結で局すね。は。川崎さんがどういうふうな選び方してるか知らないんで、とりあえず広島のやり方で言うと、広島はホームゲームだとテレビの幹事社が1人で、新聞の幹事社は常に中国新聞なんで、ペンの幹事社が中国新聞さんが1人、この2人を選ぶわけですよ。一応意見はね、いろんな聞いてはもらえるんだけど、最終的にはこの2社が決めるわけですね。で、そうなると、独自の思いは、この試合に対してこう思いはやっぱ記者によって違うわけじゃないですか、全然。あるいは、新聞社になると、その現場の記者だけじゃ決められなくて、デスクとか、そのあたりと相談しながらみたいな話になるんで、非常にこう、聞く選手が、もう、硬直化してるというかね。なるほど。点で、取った同選手じだっよたうり。な、そう。で、失点したらセンターバックの選手とか、そう負けいう、たあるいらは、キャプテンとか、なんか、そういうんだとね。で、質問したところではね、みんなが共有するわけだから、同じようなコメントが流れている。で、それだと、読んでる方々にとってね、どこを切っても同じような話になりかねないわけですよ。で、一番の問題は、ちょっとしか活躍してない、出てない選手とか、途中出場でも活躍したよという選手、あるいはキープレイヤーなんだけど、すごく地味な働きしてて、なかなかこう取り上げづらい選手とかいうのを拾ったりすることが、実は僕らの役割だったりするわけですよ。いや、本当そうですね。昨日フロンターレで言ったらね、安藤選手というサードキーパーが ベンチ入りにしてて、久しぶりに。本当聞きたい選手だったんですけど、どうしてもこの選手だともう試合にも出てないし、もう聞けないですよね。4人だったんですけど、やっぱそこには入ってこないわけで、目の前にはいるんですよ。目の前にいて、目もあって、あ、こんにちはっていう挨拶はするんですけど、聞けないというこのもどかしさっていうのはね。まあでもそれありまは、すよね。ズームだともっとそれが2人になってしまって難しいので。しかも、ズームの場合もね、時間制限というか、質問制限がありますよね。例えば1人がマンツーで5分だったら、それなりに聞けるじゃないですか。そうですね。だけど、
会見という場で一人で5分ってありえないでしょ。そうですね、そうですね、うん、うん、いろんな人に聞いてもらいたいともちろんあるから、うん、まあ、当然質問は限定されると、うん、そうなるとこっちが聞きたい話が聞けない場合もあるわけですよね。そうですね、あるいは紹介したい話がね、うん、で昨日で言うと、あの昨日はね、住吉僕が聞いたんですよ、はい、残り5分ぐらい出てきてフォワードに入ったディフェンダーですけど、うんうん、だこういう選手は会見とかでは絶対出てこない。ああ、ね、そうですね、確かに確かに、うんうん、でもセンターバックでフォワードに入って、うん、でも、リーグ戦は今季初出場、うんうんうん、だけどカップ戦では活躍しかみんな期待してる選手なんでね。なんかこういう選手があの時間帯に入ってどういうふうに思いを持ってたのかっていうのはやっぱりどうしても興味があったし、うん、例えば昨日さっき言った藤井君のね、あのちょっと声を震わせるようなああいうコメントを会見だと絶対出てこないわけですよ、うん、まあそうですよね、なかなかね、うん、昨日2人の会見で藤井君の選択はないですよ。ああ、確かに確かにそうですね、うん、なんでまあそういうふうに、なんていうかな、その、たくさんの選手を紹介できる。うん、で、いわゆるその目立つ選手だけじゃなくて、非常に地味な働きをした選手も紹介できるという意味では、ミックスゾーンというのはやっぱり素晴らしいし、うん、本当はそのサッカーがチームスポーツであるというならば、こういう機会を奪ってダメなんですよ。いや、本当そう思いますね。はい、あのリーグ側はでも本当に正常化させたい方向でやっぱり動いてはいますよね。あとはその地域の特殊性だったりとか、うん、クラブの考え方だったりとか、まあそこに左右されるみたいですけどね、うん、僕は会見やるんなら、会見方式でどうしてもやりたいと言うんだったら、あの時間は5分でもいいけれども、メディア側がリクエストした選手全部出してこいと思いますよね。あ、人数制限つけるんじゃなくてね、いかなくて時間制限は あるのは仕方ないと思うんですけど、そうするべきだと僕は思います。でも昨日見てたら、昨日一応ルールとしてはね、まあ、2メートルと選手との間空いてて、で、はい、記者間は50センチなんですよ。あ、でしたね、あれ置いてましたね、はいはいはい、ね、50センチだとまあまあと、あ、A という選手を聞いてて A が終わって B が隣でやったら、あ、 B も聞こうかなっていうのはできる。うん、で2メーターの間隔はもう工夫次第ですよ。もうあの広島にの記者はみんな聞いてたんで、うん、あのほとんどの記者があの自撮り棒とか持ってきて、あ、伸びる前やってた。なるほどね。こうやってるの難しいから、うん、フロンターレはね4人だったんで、もうあの決め打ちしてこの選手って呼ぶじゃないです かもう重ならないようにしてくれたんですよね。なのであの椅子を1個置いてくれればそれで会計するなと思いましたね。あのそこにレコーダーを置けるので、あのでも広島さんはそうだったんですね、自撮り棒というか伸びる棒を持ってきてやられてたんですね。いや、要はね、練習の時ももうそのか練習の時も僕らは対面してたじゃないですか。あ、だから同じような感じなんですよ。あの広島さんは練習から対面やられてるってもうずっと言われてましたもんね。20年からそうですよね。はい、はい、ずっとそうです。それもすごいなと思います、ね。本当にありがたいですよ。本当に。うん、やっぱりその、うん、ズーム会見だと、さっきも言ったように、住吉君みたいな試合に出てない子とか、うん、まあ、それこそあれですよ、うちもサードキーパーにね、川並五郎君とかいますけども、はい、彼は非常に練習からいい働きをしてくれてるなっていうのがあって、みんな言ってるんですよ。でもそういう選手をズーム会見で呼ぶっていうのはできないですよね、ほぼほぼ。うん、そうですね、うん、でもそういう選手が働いてるんだ、頑張ってるんだっていうのは僕はサポーターにしっかりと伝えないといけないと思うんですよね。それでチームを好きになってもらう。わかります、こういう、ね、試合に出てない選手はこんなに頑張ってんだよっていうような話とか。でもっと言うとズーム会見だとスタッフの声は拾えないですよね。あ、そうですね、はい、うん、例えばマネージャーとか、例えばメディカルとか、うん、でも対面取材だと呼べば止まってくれるんでね、うん、そうですね、確かに。そういう人たちも含めて紹介してあげて、うん、で応援してもらう空気感を作るっていうのはすごく大事で、
確かに。だってね、いやフロンターレ今勝ってるから、はい、あの注目もされるけども、あの勝敗がまあつかなくなる時代がいずれ来るじゃないですか。うん、上昇チームではまあサッカーではありえないんで、それは鹿島さんもそうだし、うん、まあ、広島局もそうだし、昔のジュビロもそうだし、そういう時にやっぱり応援してもらえる、応援したくなるクラブ作りっていうのはものすごく大事だなと思いますね。でその一番一つので一つのあれが、まあ、そういうその試合に出てない選手、今から頑張ろうとしている選手の声、思いを届けるっていうのが僕らの仕事だと思ってるので、だからそういう意味ではその広島が対面取材を許してくれてるっていうのはすごく大きいし、まあ、今回ミクゾーン やらせてもらって、あの改めてね、その試合直後にその生の声が聞ける、生の声を伝えられることの大きさ、まあ藤井君がもしズーム会見出てたら多分もう気持ち持ち着かせるだろうし、まあ声を震わせたのの、うん、言葉にはならなかったと思うので、なるほどね、確かに。まあ早く全チームがあのミックスゾーンを設定できるような当たり前の状況になってくれればいいなと思いますね。そうですね、確かに。まあ本当にでも本当久しぶりだったんでちょっと嬉しかったですね。あこんな感じだったなと思って。ねね、そうだよね。例えばまあカエル選手、話しかないけど、はいはい、カエル選手を見るだけで、あ表情を見るだけで、あどう思うって分かりますしね。あのそれこそさっきの話、あの上田じゃないわ、あ佐々木朝日選手がね、ユニフォーム持ってこう出てきてるのを見て、あ、琉球の同級生と話するんだなっていうのは想像つきますし、あとね、うん、あの、ソンリョンが、あの、広島側のロッカーから、ロッカーじゃないの、広島側のミックスゾーンの方向から出てきたんですよね。で、あ、これはもう菊池新吉さんと会ってんだなって、一発わかるじゃないですか。そういうのがこうなんかミックスオンにいることのメリットというか、あの話は聞けないんだけど そこのにいる雰囲気で、あこういうことがあるんだなっていうのが分かってくるんで、やっぱりあの場に行けるっていうのはいいですね。そうなんです、そうなんです。まあ昔だったらね、例えばそういうこと菊池新吉さんとそのソニー選手が、まあ、ミックスオンのにの間で喋ってるシーンとか絶対出てたと思うし、うん、あの例えば柴崎康生とあの古いスタッフが喋ってるっていう姿も多分見えたと思うんでね、うん、まあそういうのを伝えるだけでも J リーグの良さっていうのは、そうですね、伝えられるんじゃないかなと思いますよ、うん、そのなんかギスギスしてないというか、いや本当そう思いますよ。あのそれこそね、新吉さんについてはね、試合前なのかな、あのフロンターレのスタッフがもう全員集まって話してるんですよね。そういう写真がツイッターでこう流れてきてて、ああやっぱみんないいよねってちょっと思いましたね。こういうのってあれいいなとちょっと思いましたね。あれがさらにこう選手レベルで試合終わった後に行われてるっていうのもちょっと嬉しいですしね。あのちなみにソンリョンに、新規さんの話を聞いたんですけど、あのチーム離れた後にあの友達だからってことで LINE を交換して連絡を取り合ってるってことは言ってたので、なるほど、はあ、あのなんかこう相談とか乗ってたりする、あの聞いてたり乗ってたりするのかなって気もしてますけど、まあそういうんじゃなくてもなんか付き合いはあの続いてるみたいなんで、まあ本当長いソンリョン来てからずっと同じ新吉さんでやられてたんでね、あのなんかいい話だなと思って、あの思いましたけどね、それ聞いたときはね、うん、